防衛省によりますと、先ほど北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは、すでに落下したものとみられます。船舶は今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は近づくことなく関連情報を海上保安庁に通報してください。